シリス・デ・ゼグルは、フランスで生産、調教された、競争馬である。主なカチクラは2011年のチャンピオン・ステークス、2012年のドバイ・シーマ・クラシック、ガネー賞、2014年のガネー賞、イスパーン賞、コロネーションカップ、2015年のガネー賞、2011年のカルティエ賞最優秀コバ、デビュー前に虚勢されており、クラシック競争や、 外線門章など一部の競争には出走できなかった。2008年10月7日に、シャンティー競馬場でデビューを迎えたが、年末まで4戦して4着、3着、2着、2着と、全戦するものの勝利できず、年明け2戦目に、カーニュシュルメール競馬場で、初勝利を挙げた。その後は4戦続けて2着となかなか勝ちきれなかったが、5月に、ロンシャン競馬場で2勝目。 三勝目と連勝している。そして様々な競馬場でリステッド競争に挑戦するようになり、8月12日にルリオンダンジェ競馬場で行われたリオンダンジェ大賞でリステッド競争初勝利を挙げた。この間にはマッチェム賞でキャバルリーマンの二着などがあった。重賞初挑戦はロンシャン競馬場で行われる。 G3 競争のプランスドラン受賞で人気薄であったが3番手から抜け出して19戦目にして重賞初勝利を達成した。続いて G2 競争のコンセイユドパリ賞に出走、後続に6馬身をつける圧勝で重賞連勝とした。年末には香港に遠征し、香港バーズに出走したがダリアカナの5着に敗れた。 2010年は2月に行われたリステッド競争のコートダジュール大賞に出走、4着に敗れた後、休養に入った。8月に行われた G3 競争ゴントービロン賞で復帰、ここはビジョンデタの3着に敗れたが、続くリステッド競争のブローニュ賞を勝つと、G2 競争のドラール賞に出走した。得意としている渋ったババになったこともあり、 先行作から周りが伸びあぐねる中抜け出し、ゴントービロン賞で2着だった部隊を庭審査で下して優勝した。連覇を狙った混成ユドパリ賞では6 0ラムという金量を背負い、道中振りを受けたこともあって2着に赤敗した。前年と同じくアジア遠征を観光。日本のジャパンカップに出走したが、 目立つ実績がなかったこともあって18頭中16番人気単勝オッズ109.3倍という極めて低い評価であった。レースでは大外枠だったこともあり、後方からの競馬となったが出走した外国馬の中では最先着となる9着となった。呉の香港カップでは7着に敗れた。フランスで重賞戦線開幕を告げるエクスビュリ賞を叩き、 ガネーシ賞に出走した。前年のフランスクラシック戦線で活躍した、プラントゥール、外戦門賞3着のサラフィナの2頭には、敗れたものの、アイリッシュダービーアイリッシュチャンピオンステークスを勝った、ケープブランコに先着する3着となり、G1 戦線でも通用することを証明した。イスパン賞では当時、G1 競争12勝のゴルディコバをマークする形で、進め。 直線で並びかけたが、振り切られて、首差の2着に敗れた。G3 競争のラクープを挟んで出走したサンクルー大将では、積極的に逃げ、直線でも脚色は衰えることがなかったが、ゴール前でサラフィナに首差かわされて2着に赤敗した。その後は、BC 大将、ゴントービロン賞、ドービル大将とババが渋っていたこともあり。 それぞれ3馬身、8馬身、10馬身差で重賞3減少を達成。前年に続いて出走したドラール城では最後にバイワードに刺されて2着に敗れた。本年からアスコット競馬場で行われることとなったチャンピオンステークスではクリストフスミオンに乗り代わりとなった。ここでは G1 競争発祥のそういうシンクが本命とされていたが、そのそういうシンクをマークする形で進めると直線で、じりじりと追い上げ、3、4馬進化して、優勝、38戦目にして、悲願の G1 競争初勝利を達成した。その後3度目の香港遠征をしたが、香港カップでは5着に敗れた。ドバイワールドカップを目標としていたが、 シャンティー競馬場のオールウェザーコースで行われたコンディション戦で2着に敗れ、矛先をドバイシーマクラシックに変更した。オリビエ・ペリエに乗り換わりとなって出走したドバイシーマクラシックでは3コーナーから先頭に立つと食い下がってきたセント・ニコラス・アビーを首差しのいで G1 競争2勝目を挙げた。前年に続いて出走したガネーショーでは不良馬場となったこともあり。 先手を取るとそのまま後続に八馬審査をつける、圧勝で G1 強争に連勝とした。イスパーン賞でも逃げる形となったが、前年のフランス2冠品はゴールデンライラックに交わされて2着に敗れた。その後サンクルー大将に出走を予定していたが、脚部不安のため取り消している。次は、キング・ジョージ6世やクイーン・エリザベス・ステークスと考えられていたが、 イスパーン症後のドーピングテストで、禁止薬物の陽性反応が出て、失格処分が発表され、それが影響したのか英国の競争を、出走回避が重なり、自走は3年連続の出走となる、ドラール症まで伸びた。なお、コリーヌ・バーランドバル部長教師は、禁止薬物の使用を認めず意義申し立てを、行っている。ドラール症をキューバ審査で圧勝した後、 得意の重ババとなったチャンピオンステークスではフランケルから一馬進さ四4差の2着と完敗したその後は香港カップ参戦のため遠征したが直前で左前足を痛めて出走を取り消した指導戦となったサンクルー大将キング・ジョージ6世クイーン・エリザベスステークスと続けてノベリストの前に大敗 G3 のゴントービロン賞でも隠した場に敗れるなど 不審に陥った。しかし、メゾンラフィット競馬場で行われた、ラクープドメゾンラフィットでようやくこの年初勝利を挙げると、4年連続出走となったドラール賞でも優勝。調子を上げて3年連続の出走となるチャンピオンステークスに挑むが、ファーに赤敗その後は前年は、出走が叶わなかった香港カップに参戦するが、3着に敗れる。 2012年の初戦と同様、シャンティ競馬場のオールウェザーコースでのコンディション戦に出走するが4着に敗れ、再びドバイシーマクラシックに向かった。レースでは一旦は先頭に立ったものの、直線で前が詰まって、外に進路を取り直すロスのあったゼンティルドンナに差し切られて2着に敗れる。しかし欧州に戻って出走した。 ガネーシ賞では、前年のカルティエ賞年度代表馬であるトレブを、直線での叩き合いの末に下して優勝。続いて、イスパーン賞、コロネーションカップも制し、8歳にして、初めて G1 競争3連勝を達成した。ガネーシ賞で連覇を達成。このレース通算 3, 3勝目を達成した。しかしその後は勝ちきれないレースが続いた。人体の故障のため現役を引退した。 引退後は2013年頃から手綱を取ることが多かったクリストフスミオン騎手の下で暮らしている。ありがとうございます。